はい、行きます。了解プッ、はい、ごめんね。はい、電波問題ですね。めちゃくちゃ妨害されるね。めちゃくちゃ妨害だ。電波にも嫌われてるね。3枚目さ、電波にも愛されるさ。電波にも嫌われてる。ポイントの方お願いします。はい、あ、ポイント、いや、まだ全員言ってない。また最初から行きましょう。長い、新井博文さん、また、中西まなみさん、繰り返す、田村梨央、田村敦史、鈴木奈々ちゃん、金子西野で、野生爆弾クッキーで、鎌田くちゃん配信者で、近藤彩ちゃん、小連れ、近藤はあるってあれ、ハリセンボン、小貫さん、小貫さん、あ、小貫ハリセンボン、近藤はあるって、違う違う、これテラスハウスで出てる。あ、そうなんだ。そうで、あとフォーリンデブハッシュ、で、あと江崎葵ちゃん、めっちゃ芸能人ばっかで、ミヒュラさん、YouTuber ね、ミヒュラさん、桐崎英二くん、ゆらめさん、あとシット、これなんていうの、宇田先輩 YouTuber 有名な、であとみーちゃんっていう女の子と、あと学 MC ラップ、ラッパーの、あとカネマン高根さんさんの YouTuber。 あ、鍋か。あ、いや、鍋もいいし。で、合計で、はい、合計のポイントは396です。おめでとうございます。396ということでですね、皆さん今回、活躍した3名の、頑張った3名の方に大きな拍手をお願いします。一応結果発表した方がよくないですか。ということでですね、一応結果発表したということで、賞金の、受け渡しをさせていただきたいと思います。もう1位からですね、はい、上から順番に、上から順番に、ちゃんとしたでは、まずちゃんとしたシャフートじゃなくなった、3位のですねミキティさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3位ですので、賞金5万円。ありがとうございます。中身確認した方がいいよ、ないかもしれないから。あと見た時に入ってないんだけどっつって、ちょっと中身確認した方がいい。入ってます、入ってます、ちゃんと確認した方がいいっすよ、それ。あ、いや、ないわ。だろ、入ってないわ。だろっつって、今井さん先取ってんの。今井さん先ポケットに入れてさ。遅刻したからなし。マイナス、ね、あ、いや、入ってますね。 OK ですか。入ってますね。おめでとうございます。ありがとうございます。そして第2位に輝きました新内さん、おめでとうございます。第2位です。ありがとうございます。7万円になります。中身確認した方がいいですよ。ぜひぜひ中身を確認してください。中身はぜひ。やめ聞き方ね。めっちゃやめてんじゃん。いや、もう雑だから。もうラーメンに入ってる、ラーメンに入ってる、ラーメンに入ってるんだけど。本当にどんな金を早く出せ。金を見せろ。おお、おめでとうございます。そしてですね、この一番豪華な今回大活躍をされた1位の方に、こちらの方を3枚目ヒカルさん、おめでとうございます。おめでとうございます。10万円。ということでですね、今回の企画、リアルライフさんの提供でお送りさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。じゃあ待てよ。はい、さとみの参加料がもらってもらえてないと。さとみさんって誰ですか。さとみ、俺の元カノ。え、戻ってないですか。え、何したんじゃない、なんで来てないですか。元カノなんですか。今カノじゃないですか。伊沢さん、ありがとうございました。10万円。わー、ありがとうございました。いただきました。伊沢さんのおかげです。おめでとうございます。ありがとうございました。和道くん、僕の元カノの参加料がもらえてないです。え、ちょっと待ってください。さとみさん、なんで今日来てないですか。今体調不良。大丈夫よ、うん、代理ってことですか。で、その代理に来た。代理に、あれ、リタイアしたっていう噂があったんですけど、リスナーさんからすごい、もう報告に次ぐ報告で3時間ぐらいリタイアしたっていう。リタイアしてないですね。リタイアしてないんですか。だからもうこれ、俺今日金もらいに来たの。え、金を、うん、ああ、え、里見さん、罰ゲーム受ける気ありますか。あの企画で、あの参加した人は、まあ、リタイアするんだったら正直証券をお渡しできないじゃないですか。じゃあ罰ゲームを受ける必要ないと。罰ゲームを今から里見に確認するから。そうっすね、うん、ちょっと罰ゲーム何にします。その前に、そう、罰ゲーム、だったら罰ゲーム最初に決める約束だったら決まれないですよ。そうだから、罰ゲームだから、新野鳥か光がちゃんと張り込んで、5日間水飲み水飲みですか。水飲みの3日間、断食、うん、
大佐藤美さんなんですか、うん、見張り役でえそれできるんですか。5日ってめっちゃきついですよ、うん、ちょっと待って、そもそもなんで佐藤さんだけど金村さんは。いや俺あの代理で出てるやつだから。えだってずっと行動してたじゃん。だってねえ、ね、バックじゃないの、ねえ無理って言ってますよ、リスナーさん。死ぬって言ってますよ5日死ぬって言ってますよ5日か水飲み、水飲みでできんの。じゃあちょっとリスナーさんに確認していいですか僕、うん、あのどう思います。あの4位は3万円の賞金出るんですけど、罰ゲーム5日間どう思います。水飲み、水飲み5日間やるんだったら賞金渡してもいいと思います。罰ゲームちゃんと受け入れるんだったら、もし里美さんが罰ゲームちゃんと受け入れるって言うんだったら3万円お渡ししてもいいと思います。受けるならいいって言ってますね皆さん。本当に本当にやってもらいますよ。使い切る、使い切る。だから光くんちょっとさとみ LINE でちょっとかけてみて。え、バヤさんも出すべきでしょ。そう、代理なんでそこはバヤさんお願いします。で俺がかけるの。はい、見てるかな。いつか水のみっすよね。直電でかけたから水のみだね。水のみ5日間か、いいね。それはあれですか、あのダイエット企画やってるから、まあその気持ち、まあそれもあるってことですか。さとみ受けないかな。体調不良だからこそ、断食も必要なんだよ。え、どういうこと。余計倒れそう。あの体調不良と体調不良で相殺させるっていうマイナス貞子出ない。貞子出ない、出ない、出ねえ出ない。もうこれリどうする、どうしよう。罰ゲームやらんって言い出したらもう賞金なしってみんな言ってますよ。これ金前さんにやってもらえます。なんかあー里見の尻拭いとか。そうですよね、金前さん3日間酒抜き。あ、上がってきた、上がってきた。お、もしもし、里見、あの今ね、もう俺らが、俺らっていうか里美と俺のチームがもう敗北が決定したの。はい。で、はい、あの賞金もう和道がね怒ってんだって。いやもうリスナーさん激怒っすよ、うん、賞金なんて渡せないって言ってた。真面目に放送もやれなかったし、うん、うん、でそれでも今賞金をもらいたいなら罰ゲームだけはしっかりやれと。いやもうそれは、うん、そうじゃないと企画成り立たないですよ、ね、仕事なんで。賞金は私できなかったんで、うん、だからあの、でも罰ゲームだけやります。お、5日間断食。賞金はいらないですので罰ゲームだけ。いや賞金はもらうけど賞金はもらうけど、賞金は新八丁にって言って、うん、里も。いやそれはいらないけど賞金はもらう代わり罰ゲームはちゃんとやるから。賞金は安全誠がもらっていいけど罰ゲームは私やるんで。で罰ゲームの内容はあの5日間水飲みで過ごす、うん、それはちょっと分からない。分からない。いやそれだから罰ゲーム、罰ゲーム分からない。それ分からない。途中でそれもリタイアするのか。お前は体調不良で。でそれに関してあの薬長か、あのしあの光くん明日はもう行っちゃうのか。明日千葉に行こうかな、うん、千葉行ってる。だから新薬長が里見の家に泊まり込みで監視するから5日間、うん、5日間、うん、死ぬでしょ。水飲み。死なない。5日は死なないから大丈夫です、うん、死なない。ミキティも死んだらミキティ、オスミスが保証します。プチ断食って言ってそれぐらいじゃ何にも体重崩さないから。真っ黒いうんこが出るよ。で宿便も出て、ね、お肌きれいな、肌もきれいになる。ちょっと耐えられないかもしれない。はあ、だからそのために新薬長が張り付いてちゃんとやるから。それは耐えられないかもしれない。食べようとしたらお腹を中心的に殴る、うん、それは耐えられない和道さん、どうしたいんですか。でもこれ罰ゲームだもんね。いや正直ちょっと正直
いつかダメなんて。正直仕事なんでやっぱスポンサーさんいるんで。プロ意識が低いぞ。プロ意識低いっすよ。さとみ。正直できないと通用しないっすよ、さとみさん。殺すぞ。簡単なあの罰ゲームだよね。ね、断食なんで。そうだよ。金前さんもでも同時に。だから3日間あの禁止しましょう。だから俺もあのまあ亀有にいるけど。俺も5日間断食する。カメラリで誰が監視するんだよ。それミキティが監視するよ。絶対捕獲するだろ。ミキティが5日間家に泊まり込んで。で俺がさと。何のそのダブルデートみたいな。結構天国じゃんミキティだと。さとみさんどうすか今のお気持ちは。たださとみこれ。やりきったらまたカバー上がるよね。あの今回もうワドにも、ま、て下げてるけど。ワドにもね、こあのサトミはもう無理だって言われてたんだよさっきまで。殺すってね。じゃあせめて3日。普通の女の子がやる3日だったらよろしくないですか。せめて3日にしてほしいです。お。で3日今言ったな。お。確認取ったね今。3日やりきれますかサトミさん。3日ね。わかりました。水飲みだよ。できなかったら10日間ね。じゃあ新越さんあの、うん、あれですよ審査していただけるんですか。そうだね。じゃあできなかったらお腹を中心的に殴るんで大丈夫ですよ。うん、女は殴るもん。そう。正直今リアルライト埋めないお腹に。正直今リアルライト様から責任持って預かってるんですよ賞金の3万円。はい、3万円。でもこれで諦めましたとか正直通用しないと思うんですよ。この3万円の時は。この封筒おかしくない。まあ、え死ぬ人なれちゃう死ぬ人だ死にますか、ね、そろそろ今お渡ししてさとみさんに企画また罰ゲームをできませんでしたってなったらやっぱ荒れると思うんでこれやっぱ審判の新約さんに引き継がせていただきますこれありがとうございます。来た時にお願いします。じゃあやりきったら渡したらいいの。とりあえずじゃあ使い切りますねこれね。誠にあげてください。やりきらないと誠にもあげれないし、うん、ああまあ分かりました。うんだから新八丁がそういうことです。お父さんの借金を払っとく。でも3日のうち1日は金梅さんも里見と一緒に行ってあげないこれ何もだ。いやそれはダメ。3万円かそれはダメ。あの、ま、俺が行くと揺らいじゃうから甘えるから甘えるそう甘えるから甘えるからピッツァとか手出しちゃうからピッツァ水飲んでる横で俺はピッツァを頼むから。まあそういう誘惑もまた誘惑にそうそうそう。うんうんみたいなね。それが罰ゲームだ。ただ3日だけあの里見水を飲みで過ごすと。うんそれではい。それではい。で新野町がそれ全部監視するかな。はい分かった。寝たきりになりそうだね余計。金梅ちゃん来ないのそこに。俺行かない。なんで。お前抱くだろ。抱かないわ。24時間やったらじゃあまた嫉妬するなら24時間しようが。分かった。じゃあそれで。はい。はい。え明日からでいいの。でも体調悪いんじゃない。そう体調悪いいつからこれまたさダイエット企画みたいにさ流れてまたなんかわけわからなくなりそうじゃね。いやでももう、まあ、わけわからなくなったら俺3万円もらっていいんだよね。やると思うよ。水耕せんかったらこれもらっていいんだね俺は。で水だけでっていうかあの水分でいいじゃないですか。ポカリスエットとかアクエリアス、うん、野菜ジュースとか。ああお水以外も、うん、そうお酒はなしな。うん金梅ちゃんも来たらいいじゃん一緒にやらないと。でこれ里見がもしなんかピッツァとか手出したら、うん、夜中に隠れて、うん、れこの賞金はなし、うん、この罰ゲームに関してはあの、うん、リアルライフは多分関係ないんです。ああこっからね金梅さんと金梅さんとあのやっちょくんの一存で一存で、ね、だからねリアルライフとワードとかとの、まあ、約束だもん、うん、そうですね期待します。じゃあまあ引き継いで、まあ、ちょっと日付はちょっとまた体調治ってくからにするか。もうリアルライフさんのこのプロダクションの企画とかでもう毎月開催していくような流れなんですか今後。ああそうですね。
今後あの1ヶ月に1回はあのいろんな企画を考えてもうどんどんやっていこうかなって、であのまあ規模は小さいですけど、うん、あのどんどんまあ拡大して全国に広めていこうかなと思ってるんで、うん、まあ、なんで全国のあの配信者の方ですか、大阪だったら水谷呼んだりとかもそうだし、まあ、有名な人だけじゃなくて、うん、どんどんいろんな配信者も踏まえてどんどんいろんな企画やっていこうかなと思ってるんで、何食って何食っていう形で、はい、だからリアルライフの企画出たいなっていう、もう配信者はどん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 もうリアルライフの企画ね、まあ光か深夜町か金梅かミキティに言ったら繋いでくれるということはね、ぜひ次回ももうリアルライフさんから企画が、そうですね、まあ一応またおいおい事例が出ると思うんで、また、はい、まあでも後々は今その企画が指令じゃないですけど、まあ出る感じなんですけど、最終的にはいろんな集まったメンバーで、なんか今後あのみんなでこういう企画どうっていう感じで話し合って、ちょっとルールを決めて、あのみんなで一存ないような形でどんどんやっていきたいと思ってるんで、なるほど、ワードの立ち位置はあのジャッジメント、今回里見が頑張れなかったからあの苦情係みたいになってたんで問い合わせセンターで最終的には金梅さんの囲いとかがお前金梅に歯向かうなんてお前潰すぞみたいな立ち割りリスナーの今日半泣きでしたね何でもイエスマンのね頑張ってください、ね、またあのね次からまた和道くんが司会で、あ、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。なんでそんなご利用し、金丸さんがすごいな司会者司会者ご利用し和道さん。あのクレーム対処係。問い合わせクレーム対処係。やらせていただきます。和道さんたちっちも面白いですね。今後あのいろんな企画やった時にいろんなあの配信者ディスってくるディスさんでテンション上がって頑張ってないやつは家に乗り込むから、ね、そうそれ面白そうだったらそんな全員ディスってくっていうお前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう